術の種類は多様です。技術は進歩します。人類の歴史は人類の幸せのための技術進化の歴史でもあります。株式会社トクソンはもはや技術の進化を超え、顧客の幸せの進化を夢見ています。40年間にわたる技術開発一筋の歴史はその進化の礎石になるでしょう。株式会社トクソンは60年代の天幕とテントの資材加工から始め、カバン、ハンドバッグの素材である合成皮革を韓国で初めて開発に成功し、韓国の高度成長に主導的な役割を果たし、主要原資材の一つであるポリウレタン樹脂の生産及び販売も行っています。その結果、合成皮革と合成樹脂製品の専門企業として関連産業を先導する一方、最先端の未来産業分野を開拓するための技術開発への投資を通じ、半導体およびディスプレイ製造用の高純度薬品の生産を開始し、さらに21世紀の夢の技術と言われている超電導事業部門でも目を見張るべき成長を成し遂げた小規模でありながらも超優良企業です。人類の豊かな生活を創造する原動力は技術です。より便利で、より革新的で、より豊かな生活を完成する技術の中にトクソンという名前があります。株式会社トクソンの人造皮革事業部は、私たちの生活と密接な素材であるスポーツ用のボール類、グローブ、靴用及び家具用、車両用の人造皮革素材を開発、生産しています。40年以上の年月に蓄積された経験とノウハウは、現在スポーツ用素材の開発にまで拡大され、国内外の有数企業に原材料を納品しており、火星事業部を通じて産業用資材及び IT 業界では必要不可欠な資材として使われる各種フィルム及び研磨布の生産にまで至っています。また繊維高次元加工技術による先端機能性繊維素材であるボンデッドファブリックス、糖質防水性ポリウレタン樹脂の開発生産とともに、トクソンの中央技術研究所では環境に優しい人工皮革と高機能性樹脂、新規用との製品開発に邁進しています。インチョン工場の場合、窒息工程から発生する DM 水溶液を生成し再回収するリカバリープラントを導入運営することにより、環境を大切にする企業としてのイメージを高めています。40年の伝統を誇る合成皮革専門企業が、原資材関連技術の開発により顧客に一歩近づこうとしています。株式会社トクソンは人造皮革専門企業にとどまらず、主要原資材の開発にも注力してきました。その結果、合成皮革及び人工皮革、アクションレザー、糖質防水コーティング用の重要な原資材として使われているポリウレタン樹脂を開発し、国内だけではなく世界中の顧客に販売しています。ベスタンブランドで生産されているポリウレタン樹脂は、湿式、乾式、合成皮革と人工皮革、糖質防水加工、アクションレザー、プリンティングインク用バインダー、 PVC キャスティングレザー用接着剤、ボンデッドファブリックス用接着剤などの用途で使われています。技術が人を微笑ませます。企業が人を微笑ませます。株式会社トクソンは、人をより幸せにする技術で、より大きな微笑みをお送りします。2000年代、
事業多角化の一環から始まった株式会社特産の電子材料事業部は、絶え間ない技術の開発で IT 関連の半導体&ディスプレイ産業を導いていく力量を誇っています。最先端の装備と独自の特許技術に基づいたノウハウにより、 TFT LCD ウェット工程用ストリッパー、フォト工程 EBR シンナー、半導体用ポリマーリモーバー、 EBR シンナー、クリーナーなどを生産供給しています。製品の品質向上のために、高い水準の不純物管理と粒子制御の限界に挑戦する株式会社特産のクリーンルーム。ここで生産される超高純度の薬品は、現在中国、シンガポール、台湾に輸出されています。ひいては製品およびマーケットの多角化戦略を活発に進め、 OLED、LED チップ、バンピング工程用ストリッパーを開発生産するなど、持続的な成長を実現しています。21世紀には先端の技術を超えた夢の技術が我々を待ち受けています。人のために進化する技術、その頂点に未来産業のゴールである超電導技術があります。株式会社特産の超電導事業部では、5年以上の努力の末、8インチシリコンウェーハーに比べ 2.5 倍のチップを生産することができる12インチシリコンウェーハー製造用の超電導マグネットの商用化に成功しました。また液体ヘリウムを使わず、冷凍機により超電導マグネットを冷却し、超電導状態を保たせる冷凍機直冷型超電導マグネットを開発し、国内外に販売しており、この製品は基礎科学分野の革新的な研究装備として大きな注目を浴びています。現在韓国電力研究院と共同で開発中である超電導フライホイールエナジー貯蔵システムは、瞬間的な停電による産業被害の予防及び深夜電力の貯蔵により、電力利用の効率的な改善が可能であり、究極的には環境に優しい代替エナジーの普及を活性化させることができます。未来社会の半導を左右する超電導関連技術は、いつも世界的に重要なイシューとなります。株式会社特産の超電導事業部は、超電導技術の開発に拍車をかけ、未来人類の生存の鍵である環境に優しい代替エナジーの開発を促進させる代表企業になります。世界のマーケットはいつも目まぐるしく変化しています。未来には革新的な技術力とグローバルなマーケティングを備えた絶対競争力を持つ企業だけが生き残ることができます。株式会社特産は、スウォンの本社と釜山の事務所のほか、中国のグアンツォ、上海、フツォ、ドングアンの支社と、インドネシアのジャカルタ支社およびベトナムのホーチミン支社を通じ、納期の短縮とともに取引先とより密接な関係を維持することにより、競合他社に比べ競争優位を確保しています。また今まで蓄積してきた超電導、低温および真空技術に基づき、基礎科学および半導体産業用装備の国産化に力を注ぐだけではなく、環境に優しい代替エナジーの開発など超電導技術の商用化に邁進し、顧客の幸せの進化を促進させています。株式会社特産の技術力には、人間の体の温かさがあります。顧客の満足のための温かい技術が、人類の幸せにより近づかせることができるという信念があります。株式会社特産は、創造能力の持続的な啓発と積極的な挑戦精神を持ち、絶え間なく顧客に近づいていく企業になることをお約束します。